な。でもお姉ちゃん、たまには運動しないと太っちゃうよ。食べてばっかじゃ。でも運動苦手だな。いざとなったらひかりちゃんに痩せる薬を作ってもらえば。なるほどね。いや、怖っ。やっぱり運動しよっかな。ねえ、リカちゃんっていつも眼帯してるけど、怪我でもしてんの？物笑い？いえ、これは魔幻神眼よ。普段は眼帯をしていないと、能力を抑えられないから。へえ、すごいのね。具体的にどんな能力なの？聞いたことを後悔しても知らないわよ。幻想の魔導科学者と契約を交わした者だけが使える闇の。へえ、よくわからないけど、その能力でサンドイッチ出してくれないかしら。お腹すいちゃって、話を聞け！んな能力あるか！桜子ちゃん、美人だし、清楚で綺麗だよね。性格もいいし、いつも穏やかで怒ったところ見たことないよ。へえ、それって本当なの？何しても怒らないのかしら。ワクワク、試してみましょう。またいらないことを。わあ！クシュン！だあ！ごめんなさい！あれは白米太郎4号。かわいい。一体どこがかわいいわけ？1ミリも魅力を感じないわ。あんな変なゆるキャラより、ミドリムシの方がよっぽどかわいいわよ。ミドリムシ？あのミドリムシよ。感覚は人それぞれ。点 P の接線を求めるには、X を微分して、集中力切れてきた。あらら、まだ始めたばっかりじゃないですか。よし、じゃあ腕相撲で俺が勝ったら休憩しようぜ。よっしゃ、負けないぞ。で、こら、逃げないでください、先輩。あう、脇はやめてくれ。私の消しゴムがない。あら、うたこさん、どうしたの？消しゴムが見当たらなくて。まさかグラオザームの仕業じゃ。くそ、この勇者バイトローエングリーンがいながら。なんですって？今こそ魔法リチャルを使うとき。何？お前はすでにその魔法を。リカちゃんたち、また始まったな。消しゴムあった。ささなみ先輩、昨日の貸し出しリストのことなんですけど。笹波先輩、キャワー！びっくりした。ごめんね、うたこちゃん。いえ、すぐぼーっとしちゃうりょうこちゃんです。りゅうにゃん、レオノーラ、誕生日おめでとう。ようか、覚えててくれたの？当たり前でしょ。さあ、開けてみて。サボテン？なんで？ええ、大事にしてね。りゅうにゃん。どうしたの、さくらこちゃん。あ、会長。今月の総会の資料でわからないところがあって。はーい、見せてみて。そろそろ、お茶にしよっか。生徒会は、今日も平和です。